まあ、ここでは意味ないんだけどね。仕込み爆音や。爆音やだから、2個同時に吹っ飛んでった。面白いよね。爆音や。ここ5部にいるから、ちょっとからかうともいいかもしれない。ドリア君間違えて殺しちゃったもん、今。最後の仕上げ、爆音やで死んじゃったからな。じゃあ、ちょっと遊ぼうか。ほら、みんな吹っ飛ぶの。面白いよね。もう一回踊ろうかな。あと、ほうだ。もう一回、バコンや。あいつはまたほっといて、なんだ、いなくなっちゃった。ドロクっていう。いっぱいいると面白い。よし、回復したな。それで、やっぱりね、仕込み爆音や、これ使わねえとダメなんじゃねえか。吹っ飛ばねえだよ。ハードモードだからかな。あれ、ガルムどこだ？この野郎。飛んだ飛んだ。いや、爆裂矢使わないと飛ばねえだよ、こいつ。いや、もうあとは、とどめ打ちで。あ、死んでた。お前ら全員ほぼ無傷。いや、一回回復したけど。難しいな、仕込み爆音や。ガルム飛ばねえよ。ノーマルだと飛ぶのにな。ん？爆裂矢必要。飛ばすのに。いいのか悪いのかわかんねえな。でも最後はね、仕込み爆音矢でみんな、ノーダメでいけたよね。いいのかな？難しい。